小夜阿着放凉气的困困跳大叔张干你阿着一会儿和困困放凉 Hello 咪当 Hello 大叔ヤホー咪当今日もこのやつつけとこう。Hello 志宏 Rook HTF 18志宏北极熊春山山路不难懂してもしてもって何小五暗恒茶山路不午安小五都是してるスマートティング、え、なになに、スケルスマーケティング、スケルスマーティマーケティング、あ、マーケティング、マーケティングが何？わからん。ステマって何？シャオ、谢谢你的真情告白。Hello Kix, Hello Judy, Hello Henry, Rock, 谢谢 Judy, Kian Chan, Hello。Ready, 四十岁。映画でやたらブランドとか出して買う意欲。あ、なるほどな。でもこれもう売り切れてるらしい。だからただの自慢自慢自己満Hello 古天乐 Hello 比古天乐 Hello 月什么月香菇咕咕咕咕咕咕香菇咕咕売り切れとんのかじゃあ買わなくていいなもしまた再発再発再発売再発売したら買って谢谢ケーキさん犯人一致三 Hello 三ジャンジャン汉堡大家好久不见最近怎么样大家好还没有玩 Hello Julian 粉笔还没有录 Julian 谢谢粉笔再放四人感到是不是我的名字是 Skim Hello Julian 谢谢粉笔阿华 Hello Joe 什么猪云吗那是云吗 Hello 茄子 Hello Tomo 小南 I'm Shakalaka Okay. 哇俊好午安呐小哥哥陈秀莲 Hello 姑姑姑姑日本变凉了吗变凉了吗好羡慕哦我现在穿无袖还很热耶想念台湾的热了吗气热，好热，变凉了，真的。今日暑いわ、本当。今日暑いの。課長里天天どうも、还有池东。一凯，一凯，你们都不问我为什么迟到了。上集上的めっちゃ暑いやん、やば。バリ暑いやん。やっぱあれやな、地球温暖化やな。Hello, リクリク。阿鹏酸痛有好一点了吗你说全身酸痛那个吗嗯没有就是继续训练啦就是我最近就是真的几乎每天都有培训所以就是好不了啊まだ大風来そうマジかトモ谢谢你的キスキュキュ北陸だからさあ確かにな山の不谢谢粉笔温柔 Hello 虚在能无谢谢小五的看好你哟谢谢阿华杨哥哥姐乱打一通天撒熬安山思儿失松好久没迟到这么久了对啊姐哈喽哈喽哈哈公主谭志华こんにちはこんにちはだよ思儿午安伟卢一凯鲁克杰麻油怎么了令 MJ 鲁克一凯伟卢哎呀こんにちは Hello 伟卢こんにちは
かわいい。あまりコメントできませんが聞いています。なんでや、なんでコメントできやのや、なぜ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 や。又要一开谢谢分享直播间。阿奎，阿奎，好好好好，怎么念？在我的什么魅力？在我的什么魅力？魅力？在我的什么魅力？魅力？魅力？安全点的阿奎，谢谢你的红玫瑰。Hello 大师，真业主，你真的是你，眠らんとって？眠らんとって？超哥。哒哒哒哒。Hello 飞哥，好久不见了，飞哥。飞哥从来没有在我直播间留言过，但是我记得猜拳大会的时候他有送我超级多猜拳礼物。最近カフェイン抜いてるかめちゃくちゃ眠い。なんでカフェイン抜いてる？超哥谢谢红玫瑰功夫 ，Hello 李天天 ，Hello 小油条安德鲁 ，Andrew，Hello 魔术花生，谢谢你的红玫瑰，小文，抜きたくなったから。え？なんで？カフェインって最強やん。最強よカフェインは。だし、しかもちょっとのカフェインは体にいいよ。飲んだ方がいいよ。啊，大岛，偶尔的尔，嗨，谢谢微积分大师的红玫瑰。ねねね、待って、微积分大师他的大头贴是什么？我看到了什么？天纵多多绿。Hello 摩天轮，毎日飲んできたから多少残ってるやろ。たまに翻訳お願いしますね。やだです。嘘です。しばらくは休憩。超哥、天月、リクリク、分享直播、Jerry Cage。今何の話もしてないよ、ちなみに。ゆうちゃん、アンシャカラカ。Hello、微积分大师、可愛。冰心真真西真。不知道为什么最近 EP 下上去好聚焦，好吧，那就不要吧。这样，那这样太清凉了，我觉得。还是啤酒。徐阿北，今天要继续当是心血小偷了，我最爱心血小偷，你知道吗？今天也是决战减肥中，为什么你真的不用减肥啊，香菇？香菇，你不可以减肥，好不好？你不可以，你真的不可以减肥。香菇，你不可以减肥，ダイエットしないでください。可愛いさんはダイエット禁止です。好，今天晚上的节目，我也是，我跟你讲，那一集真的超好笑。小梁哥真的超好笑，真的超好笑，我真的笑到无法呼吸的那种。然后的布鲁斯马斯 ，Hello 依依马克拉根，哎阿贝谢谢你的 Pop Cat， 就这好办呐。金香 P 就很可爱，谢谢思儿。阿贝谢谢你的 Pop Cat， 没有说说 P 的是妈的推荐吗？是的，没错。阿公，哈比西李子森。保留哟。ワイモブダイエット、いやそれせんでいいやん全然。なんで中間にさそんなに足長いのにダイエットするとか言うの？ダメよ。で、ユン、ダイヤ唯一字数最多的是 B 级超高的超值推荐。对，没错。谢谢リクリク的带你去流浪环境版。感谢你，谢谢你。B B Hello 波包子啦 ，Hello 李智森，你好漂亮。都那个 A 大伟金勇。宫田留着手上美丽，怎么了？前より15キロ以上。嘘やん、やっぱ15キロとかやばいって。早く戻して、早く20キロ太って。みんなダイエットするから仲間連れしたくないやん。え、そういうこと？ベヤン先生、ほんめがい。小羊、ハロー小羊。これにしよう。15キロはやばい。香菇已经减肥减了15公斤的，天哪，好厉害哦。在台北，对，没错。Hello 江江小右，飞鸿，哎，飞鸿，好久不见嘞，飞鸿，怎么这样？天阳，应该是早组啊哦，可是 Bellflower 吧，算是我是最多只。来去上班嘛，拜拜。Q 奖最近真的都没有给我留言，难过。怎么这样？午安。午安哟，体重减ないからダイエットするかしらかわからない。いやでも。ジョンカリさんは1000でいいよ。今は80代。じゃあもともと100キロ近くあったんってこと？可以看一下买的推荐吗？我想买。可以啊。可是这个不是卖完了吗？我
我不知道有没有卖呀、啊？现在，如果再开始卖的话，就帮我买。感激阿尤德斯，今六十がねやばいやろ細いよ。マジで細いよ六十はやべえ。しかもジョンカニさんめっちゃ背高いし。大ション。もともとはやばかったよマジで。100何キロぐらいあったん。ハロー、ウジフン大師、属于男孩、喵喵。微妙、微妙、妙妙、妙妙。リンリンはまだ売ってるから、マイちゃんの買ったら、買えん買ったらリンリンの買おう。なるほどね。要去哪里买？这是在 AKB48 Team TP 的官方网站，但是听说已经售完了，所以呢，就是。所以呢，就是我们一起等，再开始卖。对，やっと六十キロだやった。え、ハリさん、ハリさん七十キロあったん逆に見えんかったそんな風に。完勝、前女友、ハロー、勝った。勝った？あ、勝った？喝酒我很弱。ハロー、ハイハイ、ハロー、一拳惊邪、正邪点。快十月了，大家中秋节有吃烤肉吗？哈利丹，谢谢你的四叶草，ありがとうございます。焼肉した？ハリさんも中秋節。なんだっけ？なんて言うんだっけ？旧正月じゃなくて何だっけ？中秋節。大师耳机酱，麻油是不是吃了很多胶？还好。Negative sir， 那个是给我眠气誘ってるから変ですよ。じゃあめっちゃなんかテンション高いうるさい系のミュージックにするわ。うるさい系のじゃあハウスミュージックでも、はい、ハウスミュージックかけます。あんこ、はい、おじちゃん、焼肉してないよ。あ、それはダメだな。焼肉しなきゃ、焼肉食べなきゃ。めっちゃ食べたわ。いやそんなに食べてないけど。食べたわ久しぶりになんか味の濃いものをアンカンシュシュニーの本命会眠い眠いこの曲は大丈夫って実用図が月饼我有订购了士多士有多条推薦居然完售诶、欸、我记得好像是什么就要看成员吧就是听说基本上是十条而已吗还是什么忘记了レジションハロヨンク押しタオルでかいそうだよめっちゃ可愛いよ割り使いやすいヨンクこんにちはハロピンクイハオイミャオツグショウ我的月饼还在飞机上あ真的你的家人这样子其实寄过去日本吗お肉はショウフェイヤーまでがまえ覚えてくれてるしめっちゃ嬉しいジェイソンバミンミンあのシャングーと一緒に行ってきたやんショウフェイヤールフドーランバイシニーシニー是シークエイハロー很シニー的シニー真的是超久不见ハローシニー超久不见的怎么今天突然来看我直播了シニー不理我新一竟然不小心进来了，其实不想跟我留言之类的。嗯，阿次 ，Hello 店长，店将变店将了，店将，新人店店将。ラム肉食べたよ、だよね、美味しいよね、マジで美味しいよね、羊肉，喜欢吃羊肉，うまうま。中秋节烤肉好开心哦，但是我也没有吃多少，但是我好久没有吃那种就是重口味的肉，开心。我是到了届くまで楽しみ。え、買ってくれた？アルジちゃん、アルジちゃん、店長。熱っ！なんでこんな熱いん？ちょっと我去调电风扇。太热了。哎呀。Thank you.
り楽しみやね、リンリンの泣くわ。私のは買ってよ、買ったよもちろん。イエーイ、ありがとう、あずいちゃん社長。タッピー、この前来てくれんかったから泣いとったよ。私はもう号泣しとった。あら、チーユー買えんもんねチーユー。おおおお、すまん許さん、もう一生許さん、来世まで許さん。エンバディハロー。最近ね、メディアクラスっていうのに通ってるんやけどさ、それでさ、なんか毎日なんか新聞を見つけて、ネットニュースのさ新聞を見つけて、なんか新聞、その記事の新聞を読んでレコーディングして、朗読か、朗読してレコーディングして、そのメディアクラスの先生に送らんといかんのよ。難しくてさ、新聞ってさ、日本語でもさ、たまにさ難しい内容の漢字とか出てくる、え、これ なんて読むんとかさ、これなんどういう意味みたいなのあるやん。それをさ、スラ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 とさ、噛まないように読んでレコーディングして先生に送るっていう宿題が毎日毎日毎日あるんやけど、でさっきもそれを取っとってもうマジで難しい、泣けるわ、マジでマジで泣けるわ、本当に泣けるわ。毎日ね、1時間ぐらいかけてねそれをやってるんよ。中国語はもっと上手くなりそうだからいいけどさ、難しいわ私からしたら本当に地獄やわ、この宿題。原句上課中来偷看一下、加油啦，君の点点点 HMW。十月九号车票已经订好了，但可能会穿七七的圣诞 T。为什么？好啊，没关系的，穿啦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 ，没关系呀。それメディアというよりアナウンスや、なんかアナウンサーっぽくせんくていいんやけど、とりあえずなんかスラスラと読めるようにならんといけんみたいな。如果每批批经是不是就不用吹电风扇了？也很热啊。上半句希望马友全身酸痘都飞走。好哦，小五加油啦！张宇少一个啊，アナウンサーになりたいんか？違う。ダンスロボで記者の意図や記事の背景を考えるのがメディアじゃないのか？え、なんかもうとりあえずなんか宿題みたいなのがあって、それで新聞を毎日読まないといけんの。一貫谢谢你的封耶，哈里森谢谢一封信。澳门可一貫，今天可以看晚上九点的同学来。但是一定要看哦，因为七七还没有穿过，再加上怕黑色太热，也是热。还有个错的朋友认识吗？还有个错的朋友认识了呢。十月九号，哎，十月九号的订好了，请期待，请马友期待我的题，好啊。南部阿北 ，Hello， 十月九号准备好相机拍照了，希望太阳不要太大。真的、哦，北原那，北原，请你麻烦你帮我从我的左脸拍照。十月九号我也会到，真的太好了。なるほど、お疲れ様です。いや、もう本当に毎日1時間ぐらいかけてもう泣けるわ、本当に。朝からうわ、今日もあの新聞読まなきゃいけないと泣けるわ。サル、ハロー。我会穿马友的圣诞 T 看同学来了，真的假的？谢谢。十月九号は苗栗っていうところにあのなんかイベントに行くんよ。晚上九点来。同学来了，对啊，一定要看哦，大家九点。可是我今天没办法看，九点没办法看自己上的节目，难过，所以你们要看，你们要替我看好吗？我也会去九月十九，哎，十月九号只在你们这边表演了。对啊，我也不知道哎，其实。あれみたいな可愛いと月しか知らない語彙力のな。待ってそれさ、しかも日本語やったらさ、まださ。まださ、まださ、私からしたら簡単やん。マジで中国語さ、なんかさ、もう本当にやだ。本当にやだ。やだ、自由電視播吗？哦，今天应该是自由电视，应该是明天或是后天会有网路上的吧。但是呢，就是电视上的也一定要看。然后，网路上他的同学来的 YouTube 上来那个影片出来了，你们要做什么呢？还记得吗？そんなのあるんや、そうなんよ。電視播完之後、应该可以在 YouTube 看对呀。然后 YouTube 上有那个那一集的话，你们要做什么呢？当晚券。
没错，单起来单起来，玩具耶、yeah, 加油啦。快留言，没错，真的要拜托你们啦，拜托你们啦，感谢田中 Hello， 谢谢花生小魔术的 Kiki 做你的猫 Hello 一个安。其实我这一集跟另外一集没有讲什么话啦，但是还是得留言，就是说麻油不要紧张，期待下次的表现哦之类的。什么？你要先示范留言吗？好啊，示范留言。就比如说，麻油酱好可爱，麻油好日本人哦啊，这个日本人中文好好哦，省钱赞赞，省钱养猫咪。什么啊？一定要有麻油好吧？藤井麻油一定要有藤井麻油，不然我不知道你们在讲什么，你们在讲谁，对不对？所以一定要有麻油，或是藤井麻油，或是藤井，然后还有什么、啊、藤井麻友平常讲中文讲得蛮顺利的，但是看起来很紧张之类的都可以。コメントの桜用意してる。そう、コメントの桜マジで用意せんとな。用意せんとな。你要先示范，你刚刚示范。マイちゃんだけじゃなくて他のメンバーの出しやって組めるコメントしなきゃ。結構さ、外国人がさ。を出してもらえるのが多いな、そのテレビ結構。你到麻友到时候自己先留言，不可能，不可能，我不会自己留言，到时候要看你留言哦。不会了，我不会自己留言。张宏志宏 ，Hello。今さら10月9日にイベントある気に気づいて、嘘やん。じゃあ10月9日開けといてね。要去 YouTube 的同学来了，藤井麻友好漂亮，赞哦。发生什么事？我一定会看你们有没有留言，真的，我跟你讲。真的，我不会自己留言，但是我一定会看你们有没有留言。上次上的时候真的很开心，大家都帮我留言。麻友中午好，留言你们请来这个日本的是、啊、请来的这个真的是日本人吗？可是我那一天中文讲得很不顺利耶，真的会卡卡的那种。零零 hello， 结果留错级了，留错级真的是吼，这个不要那么假的日本人。麻友老师检查作业哦，会哦，真的会哦，真的会哦，真的会看有，真的会有你的，对，同学来了，对，没有 William， hello， 真的会看哦。hello， 花生小魔术，谢谢你的红玫瑰。超难，你运転変わってもらったから、その、好，本当？あのさ、今日さ、今日の台湾時間の9時にこの前出させてもらったテレビ番組が放送されるんですね。テレビが放送されるんだけど、多分あと明日か明後日ぐらいに多分 YouTube 上で見れるようになるよ、その動画が。その同学来了っていうと同じ学ぶ来る完了の量同学来了っていうやつがあるんやけど、でそれが YouTube に出たらもう日本語でも中国語でも英語でも何でもいいんでコメントしてください。でコメントする際には絶対注意してほしいのは藤井麻友って絶対書くこと、漢字で絶対お願いします。ハリーさんもお願いね、タピさんもお願いね、ジョンカジさんもお願いね、絶対見るから私みんながコメントするかどうかお願いします。ふむふむ、すごい幸せな絵、いいなだよね。什么？麻友老师还要点名哦，一定会哦，真的会哦。刘美玲二号，刘美玲二号，那你那你。この藤井ってやつってコメント、それはやばいな。この藤井ってやつってそれはなんか、まあまあまあ、プロデューサーさんのことは多分ね、あれだあれよ多分。日本語わからんから藤井って書いてたら、あ、藤井のこと言ってるんやなって多分思ってくれるから何でもいいや。今いつの番何の番組の話してる？あ、今日ね、台湾で放送されるよ。私がこの前出た。番組のやつが。ブーブーマヨ、谢谢你的真诚告白。Hello 田中麻友ちゃん、こんばんは。Hello 因为我相信爱存在。Hello 子孫、順順。ヨーツベ？ヨーツベは多分明日か明後日ぐらいに放送されると思う。今日はテレビだけなんよ。テレビで今日は9時から。そう、9時からなんよ。でも私も見れんのね、今日。カナピー。だから私もヨーツベで見る。タミーちょちょちょ、ふむふむそうなの。だからみんなコメントしてね、タピさんもコメントしてね、絶対ヨーツベに、ヨーツベに、あ、藤井麻友もっと出させてくださいみたいな
存在美丽新世界。Hello, I'm Shakalaka. 谢谢 Geeks Live 应援团，应援团。哒哒哒哒哒哒哒。IG でリンク貼ってね、貼ります。絶対に貼る。絶対に貼るからコメント3回ぐらいしとって。コメント多ければ多い方がいいのでね。谢谢店长 AKB48 都像你这么漂亮吗？大家都很漂亮呢、啊，又很可爱。就是我们很多就是可爱丹丹，还有漂亮丹丹，还有就是很多歌唱丹丹、舞蹈丹丹之类的，真的蛮厉害的。はじめに恐る何愚か者って感じでコメント、それはやばいやろ。やめて。やめて。リンク貼ってくれるのはありがたい。貼ります。絶対貼ります。店长谢谢你的掌声鼓励。朱柏如。藤井眉可愛いよ。藤井眉って書け、え、あのちゃんと漢字で書いてね。漢字で、漢字で藤井眉は漢字で書いとってね。反正眉は真的很漂亮。谢谢。现在舞蹈丹丹在直播。え、我跟你说，我昨天有就是去工作，然后就是有一个女生跟我说，女生留言跟我说什么，今天看到你本人真的好漂亮。哦，真的很好奇是什么时候被看见的，好可怕哦。如果我在打切啊什么什么的就很可怕啊，所以呢就是看到本人的时候可以直接打招呼，拜托拜托。口妈吧是什么？马手丹丹 ，Hello 是威，是雨吃云 ，JB 树。哎，不如谢谢你的红玫瑰，北极熊大叔，查查。って何を、って何を、あっちちいだわ今日は。昨日さ、なんかインスタのコメント欄のところにさ、今日本人見ました、めちゃくちゃ本人めちゃくちゃ綺麗かったみたいな、すごい女の子がねコメントしてくれとったんよ。でさ、昨日それで出かけとったんやけど、なんか服装がね、なんていうの、ヒップホッパーみたいな感じの服装でさ出かけとってさその女の子も褒めてくれたんやけど、今日本人見てめっちゃ可愛かったみたいな感じで褒めてくれたんやけどさ、みたいな、もしかしてその時にあくびしてるかもしらんしさ、汗拭いてるかもしらんしさ、何してるか分からんやん。だからさ、本当にさ、本人かなと思ったらさ声かけてほしいよね。じゃないとさ、笑顔に寝て、あーありがとうってできるのとさ、っているのとさちょっと違うやん。マジでか、なんかどんな感じの姿を見られとったんやろって思うわ。あらぼろ、そう、你在日本哪里？我是在大阪出生的，但是我现在在台湾。在外面打阿切，可能也戴着口罩吧，没事的，也是啦。因为我相信爱存在来了。うわ、藤井妹って鼻血出てる。いや、鼻血、なんで二人とも鼻血出てるところを想像する。やばいやん。なんで二人ともそんな息統合してる。息統合しすぎやろ。熱っ、熱いわ。你在台湾台北吗？对呀、台湾台北呀。我是四年前来台湾。对。比麻友早看医生的图都你怎么了？彼氏といるところ邪魔した悪いと思って。彼氏といないわ。仕事だわ。彼氏いないわ。まず。いろいろ突っ込みどころがあるコメントやったわ。びっくりしたわ。先。チャチャ。わらわらわら。わり二人とも仲良ぴになってるやん。息統合しまくっとるやん。双子やん、双子。Hello, 今天。谢谢三上直播间。还有什么？兔兔，小麦鸡兔兔。昨日メンバーで耳掃除してる人いましたね。え、そうなん？先所以说麻友去看医生了吗？还没。明天吧，明天啦，明天吧。今天谢谢枫叶，阿罗斯基谢谢你的粉笔。阿次，马吉达次哇，好吧。嗨，麻友想你了，猪猪的那马吉卡，爸，谢谢 Geeks 抽抽我。哎，这个还是是你，什么吉他是那个马吉卡，好酷哦！日文中文瞬间转换，对啊。我明天是想要去看电影，你要去看电影，很危险呢，你要做好防疫呢。厉害，谢谢萱，你可以萱萱萱萱，直接叫你萱萱萱萱可以，今天晚上可以
哎，什么九点？今天晚上九点可以看《同学来了》，会有我哦，马 T， Hello 马 T。台湾メンバーのフリーダムがめちゃくちゃフリーダムよな。めっちゃ思うわ。昨日もね、見れたな。台湾メンバーのな、台湾メンバーっていうか台湾のフリーダム感について話しとった。ヤンヤン、谢谢大叔的红玫瑰。レイジネイルしてないのか。なんかネイルね、ちょっとね、めんどくさいのがね、生写真とか撮るときも、マーティ、マーティ、マーティ。何だっけ、ネイルとかね、しとったらね、すぐ撮らんといけんときがあるんよ、撮影とかのときに。それこそめっちゃ高いお金払ってネイルしに行ったのにさ、すぐ1週間ぐらいで撮らなきゃいけないみたいなことがあるからさ、私はあんまりしたくない。しても1週間めっちゃもったいないみたいになるから。暑いね。我在的都是控制良好，不会饮食做梅花做麻油放心。好哦。大阪も暑い。今日暑いらしいね。33度なんやろ。泣けるね、それは。秋がない。秋がないのは辛い。地球温暖化です。好事多。ひらかたにおるん？ひらかたパーク？ ひらかたパー行くん？ ひらパーひらパー。 ひらパー兄さん、懐かしい。 なんで外さなあかんのや。 あれ、何の話しとったっけ？ 何の外さな？ あ、ネイル？ なんか撮影とかの時になんか透明のネイルしか無理ですみたいなのがあるんや、たまに。タンタタン、ハロー小河。小河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 每次都不知道那个二声跟三声，是小是三什么，和是什么，和平是二声吗？就是小河吗？是吗？ Hello Hello。 我刚刚有用日文用中文讲那个我们的作业的事情吗？我有吗？我再讲一次好了。反正我们最近有在上那个什么媒体课，然后我们每天都要选一篇网络上的新闻，或是也可以报纸上的新闻了，反正要选一个新闻，然后要读报。就是要读那大概300字到500字的新闻，然后要录起来，然后要传给老师。然后对我来说呢，就念新闻真的是个非常困难的事情，所以每一天大概花了1个小时。因为我先看新闻嘛，那就很多很多字都不会念。这个是二声吗？这个是怎么念？这个是怎么样？就是有时候是破音字，然后就一个一个查，然后就要念起来还是会卡住又重来，然后就卡住又重来，然后念错又重来，然后大概花了1个小时吧，然后就录个1分钟1分半的那个读报新闻的那个录音档，然后就传给老师这样子。对一个日本人来说，这个作业真的是太难了，真的好难哦，真的好难。老师多谢谢分享直播间，他有当主播没有？不是当主播的那种，是什么？应该是说口条课吧，应该吧。就是看新闻很重要，我懂，但是念新闻真的是好难。好难，好难，辛苦了。是去公司上课，没错。杨翔 ，Hello Candy， 这个是很好的机会啦，就是公司提供这些课程，很棒，真的很棒，我很感谢公司。但是老师可不可以体谅我这个日本人？啊，そうか、もう卒業したら社会人教師、あ、会社でね、あるんよ。会社が用意してくれてるメディアクラスなに。需要提供素材吗？不用，真的不要不要，我自己选简单一点的新闻就好。你知道我今天也是念了好多次，所以我迟到了直播，因为我刚刚一直在练习。我还记得风靡80、90年代的日本漫画动画，漫画改编动画《盛世》，那个叫嘞，那个。盛世斗星矢，
你看我很厉害吧，就是已经背起来了那一篇新闻，因为我念了太多次了。然后就蜂蜜是什么，就是这种，就是第一个字就不知道，蜂蜜是什么，这种就是很难。然后这个是偏简单一点的新闻啦，对，那个新田真剑佑演的，对，好难。期待されてるじゃん。誰にや？誰にや？カムイ大叔、お嬢さん、期待されてるというか、みんなというか、あの五段の選抜メンバー、とりあえず五段の選抜メンバーが受け取るんやけど、その授業。老师不觉得麻友是日本的，我就是日本的，拜托。Hello， 麦块我就烂。Hello， 四推生豆是新时队，想玩主播很不容易，但我相信麻友可以。我不行，你真的不行。麦块还是都是新时队，那那首天天队呀，先从简单的开始练习。但是简单的也是新闻呐、啊，所以他的字是不是那种平常都会用到的？比如说则是什么什么则是，我忘记了，则是曾经是的，曾经在什么什么存在，则是存在那种，就是很老舍，好讨厌。小山さんやって思ったよね、そのニュース見たとき。え、何何のニュース、流行ってたフォンミ、そうでもこんなん聞いたことないもん。会社に母親がメンバーに投資してくれる。ちょっと笑った、それは笑った。这部太老了吧？没有知道内容是什么吗？我今天看了新闻后才知道什么，这个内容是希腊神话，神话吗？希腊神话，神话，对。主题对啊，希腊神话什么？然后忘记了什么。邪神雅典娜，我记得这些东西。这部太老了，对啊，80、90年代的啊，反正，哎，新闻用字真的对日本人来说太难了，真的太难了。几位真正有，对，没错，真正马建宇呢，拿了好多。天马流星拳，我是没有看过，自拍舞蹈中文歌名字叫什么？超有 power。自拍舞蹈中文歌名，那是什么？ちょっと試しに読んでみてよ。台湾のみんなの反応が見たい。ちょっと待って。でもこれなんで調べたらいい？ちょっと待って。じゃあちょっと見てみるわ。今日やった宿題の。ちょっと待ってね。LINE 新闻，新 ，Hello Lex， 4月1日，你好，小日子过得不错的日本人，你好吗？你说那个小何，你说是那个我最近发的，我跟佳丽一起跳的那个吗？那是我们 我们的前辈 AKB48 的舞狮榜单最新单曲的，舞蹈，他叫 Nemo Hamoru 嘛，我不知道怎么翻成中文。ちょっと試しに読んでみて、見るわ。小薇，四月一日撮ったやつ流せばいいのに。だってこれあれやもん。携帯で撮っとるもん。这个人普通话怎么这么标准？谢谢。刚刚看到一堆日文外来语的片假名，差不多的感觉。对啊。我觉得日文的那个那种新闻也很难呢，真的超难的。我看一下我今天看的，我要怎么看呢？看一下，会不会有那？我打那个新田田啊。新田
真剑。大叔 ，Hello 丸子 ，Nemo 哈莫 Rumor 是根河也都是 Rumor， 什么东西 ？Nemo 哈莫的意思就是没有根据的那个叫什么？八卦 ，Rumor 是什么？乌阿萨八卦，跟家里派的中文不知道怎么念，就是没有中文的歌名吧。还是你们自己想想。我不知道怎么查其实。是这个吗？わからん。これどうやって探すんかわからんわ。LINE ニュース。ああ、わかったかも。わからんわ。ちょっと待って。妖造谣的妖就是 rumor， 对，哪里好多那么好么 rumor， 看来我日文那么好么有意思，那么好么奈，那么好么奈乌阿萨，就是那么好么奈乌阿萨，就是根本没有什么根据的谣言，对，就是这样的意思吧。北极熊，对，八卦 gossip， 发简体字你能看懂吗？简体字可以啊，但是有时候看不懂，应该是可以啦。あ、ごめんなさい、あれないわ。調べ方がわからんわ。あったわ、ちょっと待って。我今天念的是在哪？这个我今天的作业给你们听好不好？今天的作业给你们听好哦。我今天刚刚就是开直播之前一直练习的那个。你们那个围巾海外能有寄吗？应该是可以吧，但是我也不确定耶，好像要什么是台北的地址吗还是什么的。你们如果是海外的粉丝的话要怎么拿这些我们的桌边呢？可以告诉我们。 Hello 大环哥，传到之前空无一人的广播。我再试试看。好，我今天的新闻作业风靡80-90年代的日本漫画改编动画。等一下，我听着音乐有点被分心。加油马友长。ねタピさん聞いとる？今から読むよ。聞いとるタピさん。风靡80-90年代的日本漫画改编动画《圣斗士星矢》，好莱坞真人版电影近日也宣布拍摄完毕。男主角天马座星矢则是曾在好莱坞大片《环太平洋二：奇异时刻》中演出，并被封为日本国宝级帅哥的美籍日裔男星星田。星田真正又演出也公开，首批演员阵容也公开。1986年，《圣斗士星矢》TV 动画在日本播出，不但风靡全日本，动画更在全世界80多个国家热播。使这部动画也红遍世界各地，剧情以希腊神话故事为角色设定，描述正义的少年们协助雅典娜一起对抗邪神，所以也被称为
雅典娜圣斗士日本周刊女性自神报道，父亲是已故资深演员千叶真一的新田真剑佑，自从2018年演出电影环太平洋二号在日本影坛打开知名度，这次也被真人版圣斗士星矢制作方邀约担任男主角，演出片酬超过1亿日币什么的，就是差不多就这样。然后差不多就这样，因为我刚刚是对，就是这样，就是一直卡住，然后我就念了差不多一个小时去了，每天都花了一个小时，然后交这个作业。没错，就是这样。好，不要再念了，不要再念新闻了。但是我差不多念了一个小时就会有一个完整的版本。でもさ、何を読んだん？あのね、その新聞のなんか宿題があるね、毎日。毎日新聞を読まないといけんやけど、難しいよ、その中国語が。で、毎日なんかもう本当になんかこの止まったりとかしたらダメやから、1時間ぐらい練習してやっと読めるようになるっていう。店长，谢谢你的掌声鼓励，谢谢李克里克的掌声鼓励。发音很好，也没有音什么，真的吗？可是我刚刚是蛮不好的，就是我今天录起来的音档应该比较好，没有那个。Yummy speed 还爱，博云粉笔，谢谢 Rango 肉粒分享直播了，海外要用转运哦，我好歌了，趋势语调蛮好听的，有播。来读新闻的感觉，播报新闻的感觉。すごい、何を読んだん？只是蛮有想念新田真剑佑而已吧。なるほど、カメイガイガイ、Hello， 落日一笑笑，谢谢你的掌声鼓励。为什么落日没有那个一笑笑啦？今天你的耳朵还好吗？今天还不错，昨天还有一点点，嗯，对。たまに聞く民視新聞台北報道みたいだった。本当？ありがとう。マジでね、本当にね、1時間ぐらい練習せんとで、できないんよ、マジで。もう泣ける。毎日これが続くと思ったら泣ける。已经失去笑容了、怎么会这样？落日已哭哭。落日已哭哭。怎么啦？你为什么失去了笑容？我让你笑起来好不好？林赞 ，Hello， 林赞，阿次，最後に以上トンチマヤでトンチマヤでしたって言わないと、それはやばい。日本語のさニュースだったらまだ読めるやん。まだね、知らないやついっぱいあるけど。落日ピエン、ピエン、ピエン可愛い。ピエン。スキルアップして最強眉、いやでも思ったんよ、本当に自分をこうやって攻め続ける、え、何こう、なんていうの、こう無理やりにでもこの宿題出さなきゃいけないわけよ。だからさ、毎日さあ、今日1時間早く起きてやらなきゃみたいな なって、そのなんていうの、まあこれからこれが2年とか続いたらさすがにちょっと嫌だけどまあこの期間だなと思ったら毎日会ってもまあ頑張ろうみたいな、自分の中国語スキルアップのために頑張ろうってはなるかな。じゃあちょっと日本語のニュース読んでみて。それはやばい、日本語のニュース、いやもうやめとくわ自分を責めるのが好きなド M やん。もう好奇心を聽到一哭哭就笑了笑死落日一哭哭。 Hello 林寒什么不会念，对不起。马友安，大叔，阿米，阿兹米达嘛，阿兹米达嘛，真的。だから、あ、え、何？圈是吗？是圈？圈吗？是吗？他怎么不会念的感觉？圈。え、あ、じゃあタピさんもこれからじゃあ毎日前に録画して送ってきて。チョン、あ、チョンを、チョン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 。我怎么不会念了？大叔、谢谢你的粉笔。タピさんもこれから毎日中国語のあの新聞毎日読んで DM で送ってきて。それは私を聞いて今日は何点ですって言うわ。面白い。はい、大学生に的粉笔。
いやでもいい練習になるわ。で、あのハリュさんはじゃあ日本語のバリバリ難しい、なんかもう何言ってるのぐらいのレベルの新聞を読んで噛まずに送ってきて。高盛、ハロー、カフェ自身のポップキャッチ。南野、ハロー、微积分大师、卡丘二号。日本経済新聞読んで。絶対聞き取れんけど。何言ってんの？って話。ハロー、アン。哎，我很好奇，就是大家看完那个三十秒的一秒一秒约好的影片了吗？就是有什么感想吗？我想听听看。三十秒のティーザー影片、影片、ビデオ見ましたか？一秒一秒約束ねみたいな曲の三十秒の影片、ビデオ見ましたか？如果对要读的句子中间的词语多点了解，读的时候就可以在适当时再小停顿，会更好听。其实我现在是没办法多想，只是什么句点呢、啊，要什么顿点呢、啊，那些我只是把它念好就好。迷彩油，どんな感想がありますか？麻油真的好可爱，真的太喜欢麻油了。开心，那大叔今天九点，今天晚上九点要看同学来了哦。感想麻友超可爱，真假的？那个什么，那个照片，哎，底片的感觉蛮酷的。我疫苗早约好什么？我疫苗早就约好了疫苗。哦啊，你有打好疫苗？期待疫苗，疫苗约好。怎么进去泡泡的？なんかストーリー性が全くわからん30秒だったけど、とりあえず可愛かった。我疫苗也约好了。小智 ，Hello， 小智、小薇、皮妞妞，不是疫苗，疫苗约好吗？不是，那是疫苗，疫苗的事，不是疫苗，不是打的疫苗的事。Hello， 小智，谢谢你的粉玫瑰。まだもっとたくさん聞きたい。そうだね。それいつだっけ？10月15日かな？にリリースかな？だから一緒に待ちましょう。10月15号吧、对吗？是吗？10月15号播那个首哎那个叫什么？首播？也不是首播。要一起等待。啊，又没电了，是不是？这个很麻烦的直播灯。哎，对，10月15号发行，没错。香菇，谢谢你的 Pop Cat release， 对，就 release。Nina。楽しみだな。大家真的是看到就想到疫苗是吗？真的，我第一次看到疫苗约好的时候，完全没有想到疫苗哎，打的疫苗哎。タワレコで TTP の CD 買ってますが、もっといい方法ありますか？どんな方法なんだろう。タワレコに売ってるんだまず知らんかった。如果在日本买那个我们的 CD 的话，最好的方式是什么？是在日本买吗？还是在台湾这样在网络上买比较好？我不知道，就有一个日本粉丝哈流さん在问有没有更好的方法。聞いてみます。私はわかりません。ごめんなさい。リクリク谢谢四叶草 Monkey Boy 一秒想到一秒，真的哦，我也没想到就是了。对啊，我也是，毕竟是甜甜的曲风嘛。いくらはいくらだ感じ。何枚買うかによるんかな。あ、なるほどな。何枚買うかによるのね。去台湾直接買。台湾に来て直接買うみたいな。笑った。新台湾人搬買再寄過去。哦，应该会比较便宜。
台湾人の人にお願いして買ってもらって、またそれを日本に送ってもらうのが多分、もうちょっとだけ安いかなって言ってます。等你好吗？等我，等我好，等我什么？日本で買えるの？買えるらしいね。タワレコで買えますが。台湾买寄起来比较好。なるほどね。台湾で買って送ってもらうのが一番あれなんだって。谢谢小薇的红玫瑰，意义の单品。Hello， この前は100枚買って税関に持ってくれて結局倒れることでかん。あ、マジか。そういうことか。税関っていうのがあるもんな。そういうことか。確かに何枚買うかによるんか。日本で買えるんだから高いのかなと思って。値段めっちゃ高い。なるほどな。在日本买的话就会比较贵。但是有一个粉丝说，就是如果买100张什么100张以上的话，就会有什么关税，所以会很贵。然后就跟日本买都差不多一样的价钱。好事多 ，Hello， 德米，谢谢你们的礼物。Hello， 小薇，谢谢你的红玫瑰。日本ではそんなストックなかった。なるほどな。好事多，谢谢你的红玫瑰。友達の友達のシリアル写真だけ送ってもらう。シリアルの写真だけ送ってもらう。シリアルの写真。德米，谢谢粉笔。好事多，谢谢红玫瑰。実物は2、3個収あ収入。輸入するだけ。日本毎週蛮贵的。真的。阿奇、ヤンヤ、柚子。それな。大叔、谢谢你的红玫瑰。台湾行って買って、その場で全部処分して帰ってくるのが一番いいかなと思ってきた。そうだね。タワレコ値段2倍なん。やば。やば。あ、でもいっぱい買うんやったら、だって関税がついちゃうってことやもんな。ってことは、やっぱり観光も含め、台湾に来て買うって、いうのがもう素晴らしい方法ですね。輸入。下午，我知道你会回来。之前在日本的朋友买你们的二单跟三单，换成台币大概要1000多，就是3倍的价格。三倍的价格也太贵了吧？那我觉得还是就是来台湾直接购买，然后就顺便观光，然后就来我们的握手会。真的，我觉得太好了，这样子比较好。回来继续单給料泥棒了ぜーイエーイ。ホテルの部屋に30枚ぐらい置いてきた。ここだけの話。やばいそれ。やばい、重たいもんな。確かに CJ113。 じゃあそれホテルの部屋に置いてくんじゃなくて、多分空港に、あの空港に置く方がいいね。空港の方が人多いか。请台湾人买然后直拿去好。あースティーブン点。なるほどな。 CD が欲しいんだ。え、何枚も買うんだったら台湾人の頼んでシリアルナンバーだけ教えてもらうっていうのもありなんですね。好方法。え、留飯店里。え、不要不要吧。先不要吧。看你们这次的握手会填表截止期限，如果在2周内，干脆早点来，请朋友请台湾的朋友买个礼丸，刚好去握手会。对耶，マジで輸入すると1枚の値段が倍だし、確かに。写真付きで置いてこないの？写真付きで置いてこないの？あ、CD だけを置いてきたってこと？写真だけ抜き取ってってこと？そういうこと？わからん。わからん。わからん。单曲也已经定好了。え？单曲现在是已经可以订好是吗？写真も実質込み。それはひどい。ちゃんと貼ってよ。ちゃんと貼っといてよ。壁一面に貼っといてよ。シリアルと写真は回収。あ、なるほどね。優しい。あの、誰かこの天才少女リンリンセントイっていう人はもう写真もゴミらしいから。しよなら、しよならせぞ。さよならは？这边提供代买、代折、代填、代握符、代握符、笑死！代握应该他应该不要吧？现在也定啊，有定了，真的。ぬる、晴れにも壁が足りんわ。もう自分の体に貼っとってじゃ。自分の体に、あ、それかめいちゃんのところだけ切り取って、で自分の体に貼るみたいな。那要贴到天花板了。タワー君、Hello、写真、生写真の質が不安定、わら。あ、そうなん？え、でも生写真最近さ、背景がさ、めちゃくちゃさ、何凝ってるからさ、めっちゃ可愛いよね、背景。打算把五倍券也花下去。五倍券现在是可以购买了吗？可以了吗？可以填写了吗？填写？可以买？也不是买？那个网站不是坏掉了吗？
我需要代付服务。台北の三越にあるファイブミュージックの在庫すべて買い占めたような懐かしい。やばい。すごい。次の日補充されてて吹いてきて笑った。マヨヨベジュアム没办法、我是日本人、没办法申请。已经可以申请了吧？我这个日本人外籍生没办法拿到五倍券。哭哭。PC ホームかなんかで買ったんかな、夕日とか。あ、そうなんね。なるほど。ファイブミュージックか。まあでも今回のもすごく可愛いですよ。用意放券买 CD。你跟台湾人结婚好像可以申请了，那我可能还要等好几年吧。吧。3枚くらいは輸入する。なるほどね。まあタピさんはあれだから台湾留学計画進めてるからね。どうじゃんろ15張握手券。だいえ今日は今回のリンリンが声が入ってるから、今回はリンリンの声が入ってるからとりあえず買っとくか。リンリンの声、あ、じゃんけん大会のやつ。今回オリジナルソングだから嬉しいね。そうだよ、サブスクに乗るんやったら変わらんでもええか。初姐配偶ランマヨサチシェメガシシェシェニが好心。じゃんけんのやつ完全に教えとくよ。あのね、私もね正直言うとね歌詞全部忘れた。あの歌詞めっちゃ難しいんよ。上役覚えてたね。上役覚えてる。それはやばい。それは確実に悪口。321、我讲了、イエーイ、本番を。本番を、イエーイ、本番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 。谢谢小五，谢谢小五的红包，谢谢谢谢谢谢 ，Hello 林，谢谢你的红玫瑰 ，Steven 谢谢 ，Kevin 谢谢，暗下搞了个摩天轮 ，Come in 谢谢，卡丘谢谢，你们谢谢谢谢红包，开心。ゆるるの声入るのかな？わからん、わからん。セミナーさんやん、セミナーさん、お久しぶり、お久しぶりだよ。感谢我们考饭方法，五倍券买在松烟自己挖就好，不用陪我。真的，麻烦你们在那个对公司楼下买起来，我去挖。花生水魔术，谢谢的粉笔，谢谢香菇的玫瑰，谢谢玻璃的又黑色粉，谢米拉桑。啊，这一改日本话，呱呱，谢谢香菇的红玫瑰，花生水魔术。日本もそういうのある？5倍券みたいな。最近はね、なんかね、台湾ね、1年前ぐらいでも3倍券っていうのがあって、1000円で3000円のものが買えますよっていう、とりあえずなんか復興キャンペーンみたいな感じなんよ。そのコロナので、あの影響された経済を3倍にして、あのなんていうの、経済を良くしましょうっていう、その復興キャンペーンがあるんやけど、今回はね1000円が5000円になるんですよ。だからね、1000円が5000円だから、何、1000元が5000元になるから、まあ、大体4000円が2万円になるんよ。すごくない？でもね、私は日本人だからそれの券をもらえないんよ。めっちゃ悲しい。なんで？もうさ、4年も台湾にいるんよ。4年も台湾にいるのにその5倍券をもらえないんですよ。買いたいものいっぱいあるんですけど、投げるんですけど。そんな券ないのね、日本にはないのね。今日はめちゃくちゃ暑い。なるほど、日本の政治家マシン。谢谢ジョンカニさんの本玫瑰。你这么美还需要用特效？特效吗？不用吗？我觉得这个特效很可爱呀。今回は1000件いらんよ。今回1000件いらんってどういうこと？北京小麻油チャンピオン。接着不是还差？待って、それはやばいって。無料で5000件もらえるんやって。無料で2万円もらえるんよ。それはやばいやん。ただの本場やん。やっぱ。待って。为什么？接着不用花1000块就可以拿到5000块，这是什么意思？我真的，我有，我想买，我想要零五千块，我真的想要。台湾，难过，难过。まあ去年10万円もらったけど、日本では確かにな。国家というものの現実を体験するいい機会じゃない。没有特效的麻油比较可爱。好吧，好吧。啊，只好出借配偶了，笑死！原本要被骂就不用1000了，真的假的？
为什么还要被骂？1000块耶，1000块就变成5000块，然后还要被骂的政府也太可怜了吧！我就在寄给你一封信。ごめんちゃんグレちゃんもうグレた、もう今日からグレた。あとでもスタバ飲もう。グレた、もうダイエットなんてしない。スタバ飲む、ほうじ茶ラテ飲む。ほうじ茶す、フラペチーノ飲みたい。てかさ、日本に今さあれあるんやろ、焼き芋フラペチーノ。もう焼き芋フラペチーノのさストーリーをさ見すぎてさ、もう私はもう日本人が嫌いになりそうだわ。台湾に焼き芋フラペチーノ売ってないの、もうめっちゃ悲しいの。焼き芋フラペチーノ美味しいのに、美味しそうなのに。ハロイリン、台因为有些连1000都不一定拿得出来。哦，日本不是直接发10万，是每一个人都发10万吗？グレで NNP に移籍しておいで。それやばい。今日からグレた、なんかそんな本の、いや多分なんか今日からグレたっていうのもありそうやし、AKB48 さんの名前なんか曲名とかで今日からグレるみたいなそういうのもありそう。先週はさ身分証を母親に送って申し込んでくれた。あ、そうなの？じゃあその券もらっとくわ私が。だってシャンコー不会用到嘛，对吗？那我就嘛。拿你的券就好，对不对？赞赞啊！今有人被我，でももう20站在なんでちょけど大丈夫でちょか。这次说2022年4月30日前出生的小孩都可以领，什么东西呢？零岁的小朋友也可以领，然后就妈妈花钱这样子嘛，太好了吧？那妈呀，我的哎呀，我刚刚看到了。台湾这次说2022年的，我看到了，妈呀，不是18岁吗？可以啊。マジでスタバの焼き芋フラペチーノ飲みてわ。你知道日本现在有什么烤地瓜奶霜？我说星巴克的，星巴克的什么烤地瓜奶霜，真的很好喝的感觉，但是台湾没有，可惜了。好想喝、哦，感觉超好喝的。你知道现在星巴克日本有那什么什么限定每一个县市的饮料，比如说我们不是有47个，哎，47个吗？47个对不对？47个县市嘛，然后就是每一个地方都有限定的。然后大阪的话好像是什么 mix juice 果汁奶霜吧，星巴克。TTP で完全なくなるといいね。確かに。スタバの焼き芋フラペチーノ、マジでさ飲みたいんよ、本当に飲みたい。めっちゃいろんな人も飲んどるよ焼き芋フラペチーノ。めっちゃ甘いらしいけど、なんか焼き芋食べてる感あるらしい。日本限定の飲料とはや、マジで飲みたい、もう泣ける、本当に泣ける。不过我去星巴克都只喝巧克力脆片可可。我在星巴克最喜欢的饮料是抹茶奶霜，再来是白巧克力拿铁，然后再来是福，那是什么，伏吉茶，伏吉茶，伏吉茶，炭焙啦，炭焙茶，但是它的名字好像是伏吉茶拿铁，这三杯真的超好喝的。奈宝，奈奈可给谢谢你的行李箱，台湾，台，他楼上，是吗？是吗？ね、飲んできて今日、私の代わりに飲んできて。上限でのフラペは友達の会社の店、嘘、やば、やば、めいちゃんのおすすめ確かに美味しかった。てかサラちゃん、サラちゃんって言ってた。マリちゃんそれに、でもほんと気づいてくれた。4キロ痩せたんよ、めっちゃ嬉しい。4キロ痩せて、この前焼肉して 0.3 キロ太ったけど、今日測ったら 0.3 キロ減っとったからプラマイゼロってことで4キロ痩せました。えらい、もうお腹のあばら骨が見えとる。怖い。でもめっちゃいい、顔のこの輪郭が素晴らしく良い。20顎がなくなったっていうね、素晴らしい。頑張ってますね、いいことですね。まあ撮影までやけどな、撮影終わったらもう絶対に絶対に絶対にすき焼きを食べに行きます。私がすき焼き食べてるストーリーが上がったらもうああ撮影終わったんだねみたいな。美人感マシでちょっとびっくり、本当めっちゃ嬉しい。もうさ、もうこのほら見て、この顎感。嬉しい、可愛いと美人両方いけるじゃん、うれぴー。撮影終わったらほっとしみます。可愛い。せいかかハロー。さくら。なご？樱花。我刚刚讲什么？
对，就是我减肥是为了拍摄年历嘛。那我拍完年历，我会吃，我会去吃寿喜烧，我会去吃居酒屋，我会去吃烤肉也，我会去吃什么蛋糕啊，什么星巴克的什么的、啊、东西啊，就是我一定会吃饱的。这阵子真的是什么都没吃，真的吼。拍摄完一定会去吃饱，然后就回去了，胖回去了，吃太多了啦。Kiku， 谢谢你的爱心小蛋糕，可爱。我一定会胖回去。嗨妈呀 ，Hello， 贝哥哥。しかも最近ね、ちょうどね、なんかそのダイエット期間中に、ちょうど毎日なんかダンスレッスンみたいなのがあるんよ。だからさ、そのおかげもあるかもしれん。期待我手会可以看马友长胖。不要吧，希望我可以委屈啦，但我觉得很难，我觉得很难。但麻油也可爱，我是棉花糖系麻油，但我都没有，就是我不知道四公斤瘦四公斤是瘦哪里的肉，我也不知道哎。ダイエットはサラダしか勝たん。いや違うよ、ダイエットはマジで納豆よ。納豆と納豆でだってさ、その大豆取れるやん。で、納豆美味しいやん。納豆お腹膨れるやん。あと豆腐。豆腐、納豆、キウイ、ヨーグルト。まあサラダもありね。でもサラダのドレッシングはごまだれとか使ってはダメだよ。サラダのドレッシングはポン酢。サラダチキン昨日食べた。お腹すきすぎて。小柳新、え、不是、小柳新什么。ヘイ柳新、シェシェシェ、早安。豆腐もおすすめ。ポン酢だよ。あ、サラダね。ごまだれとかね。使ったらね、おしまいだよ。ヘイリオシン、シェシェレショフリン、イントーマオ。そうね、嬉しい。ポン酢美味しいよね、ポン酢。イントーマオ。之前和教会看到美人其实很瘦耶，那时候怕麻油吗？我是觉得我一直都很胖啦，但是。也不是那种胖到很不健康的那一种，是很胖的那一种。我不知道要怎么讲，就是圆圆的，对，圆圆的。最近ズボンがブカブカになっちゃった。あ、そうなの。聞いて、バリ嬉しい事件があってさ、あのさ、ミレイにこの前さ、ちょっとダボっとしてるジーパンみたいにもらったんです。S サイズなのに、ちょっとなんかウエストがミレイからするとすごくでかくて、で足とかもなんか長すぎて着れんからくれたんね。で結構前、6ヶ月前ぐらいにくれたんやけど、ちょっとなんかお尻らへんがなんかちょっとピチピチしてて着たくなかったんよ、ずっと。で最近まあちょっと痩せたから着てみようかなみたいな着てみたら、もうウエストがさ、これくらい開いとってさ、この拳2つ分ぐらい開いとってさ、で頑張ってベルトで締めたらさ、おむつ履いてるみたいになっちゃってさ。わかる？なんかこのデニムやからさ、絞りすぎるとさ、なんか下っ腹のところがおむつみたいになるんよ。これおむつみたいになってもうたと思って。嬉しいけど悲しいみたいな。結局履けんよみたいな。バリ、なんかちょうどいい体験になりたいわ。ヘイリオシン、シェシェイナ、ショフリー。ズボンブカブカ嬉しいよね。おむつそうだよ。マヨメヨハンパン。人がマヨヨパン、マヨハンパン。マヨハンユン。就是很圆。妈妈对自己的很不有不满意的地方，但其实不胖。妈妈有胖吗？其实我也没有很讨厌自己很胖的样子啊，但是拍起来比较好看的还是瘦瘦的啊，所以我就为了年历，对，为了年历，为了拍好看一点的照片，是这样。This。我刚刚说什么？对，反正是我六个月前吧，大概。然后美玲给我一件宽裤，牛仔的宽裤。我那时候穿起来有一点，就是屁股还有大腿外侧那边有一点点紧，然后就不太想穿，因为看起来反而看起来比较胖一点，所以我一直都没穿。然后后来最近嘛，就瘦下来，就想说试看看，然后就穿起来，我的。腰围吗？因为变瘦太多，然后就是有很多空间，真的是很多空间，应该是两个手掌吧。
多差不多两个手掌的空间，然后就这样子就是把那个细皮带的时候，反而就是牛仔裤细皮带的时候啊，就是有一种不知道，就是腰围要刚刚好，牛仔裤的话腰围太大的话细皮带，然后看起来我在穿尿布的感觉，你懂我意思吗？我上次就穿起来，然后觉得腿啊屁股啊那边就是很刚好，但是腰围真的太大，然后就看起来我在穿尿布。日本人对长辈尊敬于心里有真的尊重他吗？有啊，就是我们真的会看年龄啦，就如果我比他有人比我大一岁，我一定也会尊敬于啊，或者是不管他的年龄比我大或小，如果是初次见面或者是没有那么熟悉的话，一定会尊敬于啊。小刘，不管蛮有是胖还是瘦都一样可爱漂亮的，谢谢，刚好看到相关新闻，相关的新闻。 Hello 罗霍，我刚刚就想一定是敬语，对，そうね，敬語は大事よね，敬語って便利よね，敬語ってすごく便利よね。なんか今でもやっぱりそのなんか敬語文化がやっぱ身に染みてしまってるから、例えばさ中国語でさテレビとか出て他のゲストさんとかとさ他の芸能人の方と出演する時とかって、この喋り方で大丈夫かなってめっちゃ不安になる時ある。なんかたまにさなんかそのにとか言うのですらなんかこれにって言っていいんかなみたいな、なんかちょっとなんかブリーマオなんかなんていうの失礼な感じがしてしまってわからんくなる、たまに。シャウェイ・ジェリック H、 ハロー。我希望台湾也会有敬语的。中文没有，就是还有就是比较有礼貌一点的说法，但是也没有到敬语那么多嘛。那我希望中文也会有敬语，因为我有时候真的是不知道我讲的话有没有礼貌，然后我讲太有礼貌的话反而听不太懂，你懂我意思吗？对，就像我上次去同学来了，然后我很想要插话，就是插话说什么，就是跟前辈艺人说什么话，但是我怕我讲出来的话太没礼貌或是太直接，所以我真的好希望中文也会有敬语的。台湾人直来直往是吗？妈妈这个是有错的呢，你就很直，可是也很怪啊，就是去上节目然后就您觉得怎么样？妈妈的话不用担心不礼貌，真假的日文敬语好难，日文的敬语真的好难，但是他们上节目加上太多敬语会很不自然。对，没错。茶茶，谢谢你的枫叶。今日も本日もメイさんの配信を楽しく拝見させていただいております。難しい。バラエティだね。おがんはるさんイギリス人。でも敬語ってやっぱ素敵やなって思うわ。こっちに来て初めて。いやそんなに私も日本語の敬語は本当に使えない方だと思うけど、その正しい敬語っていうのは、でもなんか何？敬語っていいなと思う。恰恰，谢谢你的枫叶。だからビジネス日本語とか使える人すごいよね。めっちゃすごいと思うわ。敬語が欲しいって思う時点で台湾人になりきれてない。そうなんや。でもなんか。なんか先生とかにみんなはなんか你觉得怎么样とか言うんやけど、なんかそういう感じがさ、私やったら絶対老师觉得怎么样って言っちゃうんよ。絶対に先生とかあんまり知らない人とかににっていうのが無理ないよ。分からんけど、にがまずなんか失礼な感じがしてしまう。不觉得就是我如果是对老师说话，那可能就是其他成员会说，老师你觉得怎么样，或者是老师什么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 ，那你的衣服好可爱耶，老师怎么样之类的，就是对老师说你是很不礼貌吗？或者是对前辈或是前辈艺人会说什么啊，你想吃什么之类的，就会
不知道，就是心里有点不舒服。我对你们来说是还好吗？对老师说你是还好吗？太郎さんは、え、さようでございますか。心からの敬語がいいね。心からの敬語がいいね。え、二回言った？私も敬語は素晴らしいと思っております。うん、我跟其他人讲话也是直来直往的，真的。太郎さんは、え、对老师应该说说什么？称呼某某老师这样子哦。好难哦，对我也是不太敢对老师说你。沙鲁老师身份特区，那如果是前辈艺人的话嘞？什么什么哥，什么什么姐吗？前推老师放在前面，就算你觉得还好了哦。你说老师你怎么样怎么样 ？OK， 我懂了。老师你觉得怎么样？老师你今天还好吗之类的吗？那前辈的话呢，就是比如说，那就拿一个同学来了的前辈好了，安心呀，安心呀，姐姐，还是什么？安心呀，上，安心呀，姐姐，安心呀，姐，心呀，姐，什么？我要讲什么？我就是真的不知道。或者是哦 ，Ken 哥、纳豆哥，这个还好。我觉得哥是还好，小兰哥之类的。但是姐，感觉是，我怕有些人嫌弃我。明明我跟他的年龄没有差那么多，比如说我现在22岁，然后可能前面一人才25岁之类的，然后我就说什么什么姐，那会不会太不礼貌？我怕他会觉得，哎，你是觉得我老吗之类的？不会吗？中文转化虽然没敬语，但语气什么的都可以听得出来。对。感谢马友来台湾，但我说什么了？怎么了？怎么了？怎么那么突然？老师，你觉得怎么样？这样讲蛮正常。原来加上哥姐就对了 ，Ken 哥、新雅姐。有闹的，谢谢你的告白气球，可以学阿布三。何年におお兄様？何年におお姉様？そうなんよ。日本で言うとおかしいよね。みんなさんやん。さんってめっちゃ便利だと思う。てかさんっていうのが欲しい。なんで台湾中国語にはさんがないの？さんがあれば誰にでもさんってつけれるし、ちゃんでもくんでもつけれるよ。あ、それがないのが悔しいな。だってテレビ出てその深夜安心屋さんとかいるんやけど、安心屋お姉さま納豆さんっていう人がいるんやけど、納豆お兄さん。これ日本語に訳すとめっちゃ面白い。不会啊，那是就是有一种尊重的感觉。みんな也会叫七七七七姐，应该加姐一个字就好了。请姐姐会有一点哦。原来，人家用你什么先进都是最后真赛了，台湾用赛了没有？错呢哟，前辈艺人陈思雅25岁，哦，所以是思雅姐这样子吗？原来，サンってめっちゃいいよな、サンめっちゃ好きやわ、私はもうめっちゃサンが好きやわ。サン，可是如果我啊真的サン的话，好像太老的感觉，真假的？サンだったらちょっとね、あれなんやって、サンやったらちょっとなんか。多分ね、おばさんとかさ、おじいさんとかさ、あさんとかさ、そういう言葉があるやん、台湾語に。だからさ、もっとなんか置いてるイメージになっちゃうらしい、さんやったら。つらいね。先生先生は笑った。ずじ先生ってなんかお客さんの感じがする。旅先生みたいな。今日は何のご用件でしょうかみたいな。難しいね、やっぱり。下次去节目直接叫纳豆三星牙三，就把这个变成自己的角色。哦，好像也可以。なるほど。几位？さようでございますか？いや、これめっちゃおもろいね。さようでございますか？ね、聞いて。あのさ、今思い出した。今日の放送されるさ、やつさ、まあもしかしたらカットされてるかもしれんけど、途中でさ、日本語聞かれたんよ。途中で、え、この日本語なんて言うのって聞かれたんよ。その瞬間日本語全然え、待ってどうしようみたいな、もうどうしようって顔してると思う。え、日本語なんだっけみたいな。でもまあ言えたと思うけど、多分カットされてなかったらいいな。さようでございますか。先生って距離遠いよ。先生って距離遠いのね。なるほどね。結構そのイメージある。なんか台湾の方はお医者さんと先生をすごく尊敬してるから。え、高校小树蘭
我觉得台湾的大家就是有一种对老师跟医生很有尊重的感觉，不知道为什么，就是老师就是对的，医生说的就是对的的那种感觉，有吗？笑死，希望没被剪。对啊，我也希望，就是我今天会播出的那个播出来的那一集，省钱的那一集，我有讲一句日文，但是我那时候是被谁啊？忘记了，好像是 Ken 哥吧。Ken 哥说，被 Ken 哥问说，哎，这句的日文是什么？我是那一瞬间我完全想不到，哎，这个日文是什么？然后就是转，哎，应该是这样说吧，这样子，应该没说错吧？你们应该可以看到，如果没有被剪的话，应该可以看到我那个很慌张的表情，日文这样子。被发现是假日本人，那马友先生，马友先生，スライドヤードで英語で答えないとそれはやべえ，被暴露，暴雷了，被暴雷了，承认他了，承认大哥，呜呜，还有小树懒，英語さ最近ちょっとやばいなってなってきた。なんか卒業してもう何ヶ月、6ヶ月とかやん、6ヶ月も経ったぐらいやん。最近ちょっと英語が出てこない、やばい、使ってないから忘れちゃってめっちゃ怖い。台湾很多恐龙家长跟医疗纠纷，很多看过网络就觉得自己比医生厉害的人，真的假的？是哦，蚊香，蚊蚊儿，是哦，我以为台湾的大家都很尊重医生跟老师，而且之前很久以前，可能是某一些粉丝在小朋友的时候的老师不是很严格吗？是有那种就是惩罚罚站，然后去外面什么去跳啊什么的，不是有这种吗？会尊重，我觉得还蛮尊重的。さようでございますか？それは大変幸い。なになに？大変辛い状況でございますね。私なんて返したらいいか分からんわ。さようでございますって返したらいいの？尊重专业啊，尊重专业。原来，杨过也叫过儿，也叫小莹。Hello， 有马景腾。阿兹，但我觉得台湾的学生跟老师的距离也蛮近的，不是老师跟学生不是会交换 LINE 之类的嘛，就是有个群组之类的，但是我们在日本的话就不可能会加 LINE 之类的。どのように返していただいても問題ございません。ありがとうございます。まあでも確かに敬語があると敬語があるなんていうの、壁もあるよね、敬語は壁もあるよね。確かにそう考えると敬語がない環境で育ってた方がもっとフレンドリーに生きたのかもしれないね。インバーディー、え、何の話しとったっけ。あ、そうそう、初めてさ台湾のさ学校にさ行った時にさ思ったんやけど、学校の先生とさ生徒がさ LINE 交換することってほとんどないやん、日本やったら。でも台湾やったらそれ普通ないよね。我每跟老师交换过，也以前没有 LINE。现在时代在变，以前我们学习后也没有加 LINE， 现在最近开始加 LINE 就对了，比较方便这样子嘛。その台湾の学校の先生気になる、先生になる、笑った。それもう変態やん、変態先生やんそれ。LINE を追加するために台湾の学校の先生になる。変態教師だ。君は変態教師だ。何でもね、あの声変えて可愛くぶりっ子で言うと許されるって思ってる人類やから、私は。例えばタビさんを変態ってののしる、変態ってののしってるのか分からんけど、ののしるとすれば、タビさんは変態教師であるみたいな感じで言うとタビさんも嫌な気分にならんやろ。そういう技術を最近身につけたから。现在科技比较发达，有 LINE 群之类的。一般人罵られたオタク、可愛い可愛い。さ、SA 藤井老师，我也蛮想用当看看日文老师的耶，感觉很好玩。
但我觉得日文好难哦，真的好难耶。我像这也是被问说什么什么什么跟什么什么的差别在哪里，我想说差不多一样的意思，但是用到的地方不一样之类的，就是很难解释。我要上课，你说日文课吗？一堂10万块，耶，赚爆钱。男朋友，哈喽男朋友。希望之后也会有跟王可乐的合作，我觉得超好玩的。我上次不是有去录音吗？那个什么教材的日文教材的录音吗？我觉得超开心的，就是一直很期待会有那个跟日文有相关的工作，所以希望之后也会有跟王可乐或者是其他日文教材都可以，希望会有这种机会。Helly 哥哥，夜鱼 ，Hello， 果然中文果然对马友比较简单吗？其实中文的文法比日文的简单多了，我觉得。阿北，10万台湾ドルで日本語以外のことも教えてくれるのかな？日本語以外のことも教え、どういうことや？何のことを教えたらいいんだ？马友课上就都什么？都就讲浪漫故事吧我是听你们浪漫故事就好，我自己是没有浪漫故事的。还有这个环宇已经一个半小时了，我要关直播了耶，好快哦，时间过得怎么那么快啊。这么快？对啊，我今天好像只过了30分钟的感觉，但已经过了，那我就要念排班咯。今天辛苦了，你们也辛苦了。还没有想还想看马友可以啊，晚上9点还会有晚上9点还可以看到马友的。那我要念直播念排版哦。今天的第10名哈利桑阿里嘎多，今天的第9名小薇谢谢，今天的第8名黑流星谢谢，今天的第7名一冠谢谢，今天的第6名花生神魔术谢谢，今天的第5名 cookie 谢谢，今天的第4名田中谢谢，今天的第3名沙无谢谢，今天的第2名 lick 谢谢。中文多学几句成语就变成大师了，真的。这样第1名 KX 谢谢。嗨，那我要复习一下今天要做的事情哦。今天晚上9点要看同学来了，然后可能是明天或者是后天会有 YouTube 会在 YouTube 上，同学来的 YouTube 上，那个叫什么，会有这一集，今天会播出的那一集，然后就大家请大家拜托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 大家，就是在 YouTube 的影片下面留言说天津马友怎么样怎么样希望是乐观一点的，不要写负面的，谢谢留几次都没什么问题的，留言能留多次就能留几次就留几次好吗？中天综合台没错，原来明后天会有应该是吧，我也不太确定呢，应该是吧。如果有 YouTube 上的影片，如果 YouTube 影片如果有了 YouTube 影片的话，我会在 IG 宣传好吗？可吗？可以吗？才不会有人留负面的吧，你真的不行啊我可能要等网路了。嗨，ありがとう，没第4台。哭哭，反正能看的人真的要看哦。好，但我也要等网路出来了，今天能看的人就要看哦，大家要跟我分享你们的感想好吗？好，那我今天到这边了，拜拜。留言吗？有好可爱，要多多上节目，对没错，晚上9点见，真的晚上9点见，马丹尼，拜拜。